というわけで、モーニング娘。の新しいアルバムの感想とかお話ししたいんですけどね。まあこのアルバムを聴くまでは、何でしょう、収録楽曲を見たら、まあ、ちょっとねシングルが多めなんですよね。全部で15曲入ってるんですけど、そのうちの7曲がまあシングル曲としてもすでにリリースされてる楽曲ということで、まあ、ちょっとアルバムとしてはとっちらかった印象なのかなと思ってたんですよね。でまあ先行シングルの「ギューされたいだけなのに」と、あと「純情エビデンス」ですかね、それはまあわかるんですけども、それにしてもまあ7曲シングル収録っていうのはちょっと多い感じですよね。まあどうせだったら先行シングル以外の5曲はまあ初回版のおまけディスクっていうかね、まあ、2枚目の方でね収録にした方が良かったんじゃないのかなっていう気もねしますね。まあ、昔のね LP というかアナログ版なんかだとこう曲順を変えられないので、まあそういうアルバムコンセプトに沿った曲の入った方と、まあおまけというかね、ちょっとそれとは違うシングル中心の方と2枚に分けてリリースとかね、そういうことしてるアーティストもいたんですよね。まあ今は CD なんでね、曲順というか聴く方でね好き勝手に並べ替えることができるんでね、まああんまりそういうこだわりっていうんですかね、アルバムとしてのこだわりみたいのはねあんまりなくて、楽曲がたまったからちょっとリリースするっていう感じなのかもしれないですよね。であとはまあザッツ J-POP っていうこのタイトルですよね、こういう大冗談に構えているタイトルっていうのはまあその真意としてはまあこれがJ-POP ですよっていうよりもこの現状の J-POP、 まあそのチャート音楽に対してのアンチテーゼと言いますかね、まあそういうものに対するカウンターっていう意味なんだろうなっていう気はしますよね。で実際にですねアルバムを聞いてみたいの感想なんですけど、まあ今お話ししたみたいに実際に聞く前はねちょっといろいろと思うところもあったんですけども、まあこれが実際にですねアルバムを聞いてみると、その意外とと言ってはまあ失礼なんですけど、アルバムとしては綺麗にまとまってるっていうんですかね、これ本当に意外な感じで、そのシングルは多かったんですけどもとっちらかった印象っていうのがなかったんですよね。で本当にこうシングル曲は後半立て続けになってるところがあるんですけども、でもあんまりそのアルバムの曲からの流れとしてはですねそんなに違和感がなかったっていうのが意外ですよね。ただその中でちょっと収録時間の方がですね60分を超えてます。でまあたくさんねボリューム感があるといえばそうなんですけども、ちょっとねリピートして聞くには60分を超えてるのっていうのは大変と言いますかね、一回通して聞く
とちょっとお腹いっぱいになっちゃう感じですよね。まあ映画なんかもそうなんですけど、ちょっと尺がね、短めというか物足りないくらいが、あ、もう一回こう聞いてみようかなっていういい感じになるんですね。楽曲のサビなんかもそうなんですね。繰り返し、サビの繰り返しって気持ちいいじゃないですか。だけどあともう一回聞きたいって思わせるために、そのわざとちょっと物足りない感じにするっていうね、そういうテクニックがあったりしますよね。でですね、そのサウンドの話をすると、まあ、今回も EDM っていう感じでいいんですかね。モーニング娘。はこれでいきますよっていう旗印というんですかね、まあそういうのがあった方が分かりやすいので、まあ記号としてはその EDM っていうのはいいんだと思うんですよね。ただその音サウンドとしてはぶっちゃけもう意外性っていうのはもうないって言ったらちょっと失礼なっちゃうのかもしれないんですけど、もうこういう音作り自体がちょっとそろそろ縮小気味っていう感じではありますよね。まあ制作費的なこととかもですねあるのかもしれないんですけれども、この EDM 推し、この EDM の部分も聞いてほしいですよっていうんであれば、まあ、先行シングル2曲「牛されたいだけなのに」と「純情エビデンス」、それプラスアルバム楽曲の、まあ、オリジナルカラオケというかインストをですね、別のディスクでそのオリジナルバックトラック集としてつけるとか、そのサウンドにこだわってる姿勢っていうのもあったりすると、まあ、いいんじゃないのかなと思うんですよね。あんまりアイドルグループのリリースでそのインスト集を集めたりとかっていうのはないと思うんですよ。なんかそういうことをやるとハロプロってちょっと違うのかなっていうことにもねなってくるんじゃないかなと思います。であとは逆に先行シングルの2曲でまた EDM かとこう思わせておいて、アルバムの方では全部生音に差し替えて生音中心のアルバムをリリースするとか、そういうサプライズ的なことがねあっても、まあそろそろねいい年頃って言ったらおかしいですけど、ちょっとこう年齢層もね上がってきてるので、そういう感じでもいいんじゃないかなと思います。あとこうオタとしては誰が歌っているかっていうことですね、気になる方も多いかと思うんですけど、個人的にはその部分にはこうあんまりですね興味が最近は湧かないと言いますか、まあ、あくまでリリース時点でのモーニング娘。というのをグループをですね、まあ、パッケージにしたものだと思ってるので、まあ、その楽曲がねライブで歌われる時にレコーディング時のメンバーが在籍しているとはまあ限らないじゃないですか。こうハロプロの場合はこうねやらかしていきなり卒業とかはよくあるというか、まあよくあると言ったらね失礼ですけど、やっぱりそういうことはねありますのでね、そんなにこう誰が歌ってるかっていうことを歌わりの方に関してはそんなに気にならないですかね。で、あとはですね、昨
になったところというか、単純に、まあ、キラキラ感が足りないっていうんですかね。まあ、ここで言うキラキラ感というのは、一時よく言われていたような多幸感というのとはまたちょっと違ってですね、休日の朝こう目が覚めてカーテンを開けた時にこう目に映る空の青さというんですかね、そういうのがなくて、こうどうもアルバムのイメージというかですね、印象がこの仕事終わりにこう遅くなった帰宅時間、駅からの帰り道、誰もいない部屋っていうんですかね、まあその J-POP イコール時代の流行歌という解釈をすればですね、まあこの今の時代の、まあちょっとオーバーな言い方すると閉塞感っていうんですかね、まあ急いで帰ったところで明かりの灯っていない部屋が待ってるだけみたいなね、まあその繰り返しの日常、まあそういう空気を詰め込んだってまあ言われたらね、ちょっと信じちゃうような雰囲気なんですよね、アルバムが。まあそれが人によって好き嫌いっていうのはあると思うんですけど、まあちょっとキラキラしたイメージ、アイドルとしてはちょっとイメージが違うかなっていうところはありますね。なんでしょうね、それがいいか悪いかっていうよりも、アルバムとしては空気が少し重いかもしれないですね。でまあ一言でこうまとめてみると、今回のアルバムは決して悪くはないんですよね、全然悪くないですね。まあこれにつきますね。でまあ悪くないっていうの別の言い方をすると、なんかちょっと足りないんだよねっていう、これまあ失礼なね言い方にもなってしまうんですけど、なんでしょうね、作り手側としてはあそこでもなくそこでもなくここでしょっていう感じで作ってると思うんですよね。そういう落としどころ、そういう着地点でパッケージにしてると思うんですけども、まあその受け取る側としてそれが面白いかどうかっていうのは全く別の話だったりしますよね。その向こうの見てる方とこちらの見てる方が違うと言いますかね、まあそんな感じになってしまいますかね。で本当に繰り返しますけど、全然悪くないんですよね。だからそれだけにまあちょっともったいない感じもしないでもないですね。